クターマンダラという町まで送ってもらいました。ここからメルボルンまで200キロ300キロくらいかな、400キロくらいあるのかな。めちゃくちゃヒッチハイク日和の天気なんでやろうと思ってたんですけど、昨日おととい泊まらせてもらったキャシーさんがの勧めによりここにクターマンダラっていうあの駅があるんで、ここから1本でメルボルンまで行けるんで、今回はおとなしく電車でメルボルンまで行くことにしました。まあだいぶメルボルン行くまでに寄り道したんでね、僕出たん1週間前6日前ですからね、シドニーからメルボルンまでちょっと予定よりもだいぶ時間かかってるんで、今回は列車で行きます。メルボルンでかい。今ゲストハウスのあるところまで20分くらい歩かないといけないんですけど、まあ、大体ゲストハウス今向かってるところが中心地になるんかなと。この辺は結構ビジネス街になってますね。オーストラリアって人口が2000万人いて、そのうちの4分の1の500万人がシドニーで、まだそのうちの4分の1の500万人がメルボルンに住んでて、あとの1000万人が、まあ、他の都市に住んでるって言われてるんで、それだけメルボルンとシドニーのデカさが分かりますね。この2大都市、シドニーはもう2週間くらい滞在したんでね、次はメルボルンを攻めていきたいなと思います。結構メルボルンが文化の街としてなんか成熟してるみたいで、結構アートとかがいろいろあるらしいですよ。まあ自称インスタグラマーの僕にとってはいっぱい写真撮りたいなと思います。だいぶメルボルンの正解に近づいてきましたね。この先に多分メインストリートになってるんやと思います。今日はもう靴磨きはしないんですけど、明日ちょっと靴磨きをする場所を散策してます。これがメルボルンですか。これは正解や、メルボルンの。やばい、この辺りで靴磨きしたいな、さ。この映えるところで。この辺でできへんかな。この辺でやる。